9月30日のフェイト、グダーやりましょうか。でもまだネロ祭は予選なんですよね。で、空風林のあの大変なやつが開かれてますけども、こんなとこやってられっかよーんということで、まずはネロガチャをしとこう。商品に目を奪う。ちなみにね、星5レースを1回出ました。で、リセットをして今2周目ですね。さあ10回でどんどん回していく。出たらリセット。まだです。まあね、星5レース以外にも美味しいものはいろいろあるんで、ついでにゲットしておきたい。チョリーン。まだまだいくよ。まだあるか。まだあと3回できる。ちょいや。歯車はいいけど、暴れんなよ、暴れんなよ。悪かないが、しかしな、早めにどんどん白バラ姫をたくさんゲットしたい。ちなみにもう一回アイテム交換ってかを押すと、世のえりすぐった充実のラインナップと、シンスガムルスの太鼓版、いろいろね、また変えれるものがあると。でちなみに金メダルと銀メダルで交換するやつはもう交換し終わりました。なので何個か持ってます。ただね、コストがね結構かかるから、なかなかね思うようにレースをやらキャラを入れられないんだよな。レアキャラを入れようとすると、まさにそうなると、さらにそうなると。あ、でそう、これをなんだろう、ネロ祭りの超高難易度ちょっとやろうかなと思ったんですけども、とあるものを思い出したよ。今日マッシュ最終日なんだよな。ので、そう、声優さんが変わっちゃうので、確かね今日の23時59分で終わりかな。結構上がってないというか、終わってないものがたくさんある。ちょっと聞いてみよう。聞き納め。戦闘です。武装完了。いきます。ステータスアップ、最大火力発揮します。はい結構キャンセルさせちゃう。いきます。神明偽装登録いけます。ふっふっ、いやー、これで宝具展開します。俺さ、マッシュ全然使ってないから聞き慣れてないんだけど、見事な采配です。これは変わってないよね。まだ。お疲れ様です。レベルアップですよ先輩。外の世界はすごいですね。カルデアでは知り得なかった情報ばかりで、毎時間キャンセル。何事も小さな報酬獲得です。課金。資源回収まとまったらダヴィンチ。朝は早く、驚くべきことに夏といえばこれが。お疲れ様です。どうぞ。ほど、まだまだ暑い季節の変わり目は。ところでフォーさんには抜け毛の季節はあるのでしょうか。結構ザラッと聞いたここら辺とかな。なんかマッシュの宝具やらなんかスキルとかはあれしょ、ストーリー進めていくとなんか解放されるって聞いたけど、すまんな、全く使ってないや。あ、でも今コストパンパンだから、マシはコストゼロで入るんで。今日はまだ種田さんと。10月1日明日の更新でと。あ、確か今日の0時だか23時くらいでメンテがあるっていうからな、どくらいかかるかわかんないけど AP 消費しておかないとな。てな感じで今日はちょっとね、この後夜番組があるんで、それに向けての準備があるんで早々と終わらせます。明日また多分やります。きっと多分メイビーやります、おそらくどっちだよと。じゃあね。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。
宣伝。